ジェフ・ワトソンはアメリカのギタリスト。ナイト・レンジャーやマザーズ・アーミーのギタリストとして知られる。5歳の時に初めてギターを手にする。12弦のアコースティックギターを弾いていたが、高校生の時にライブ演奏を見てエレキギターに興味を持つことになる。高校時代はジョニー・ウィンターやディープ・パープルを聴いて過ごしたという。大学に進学するも中退、楽器店に勤めながら、 地元のバーでライブ活動を開始する。その後、サミー・ヘイガーのバンドで活動していたアラン・フィッツ・ジェラルドと共にステレオに合流し、レンジャーを結成する。同盟のバンドがいたため、バンド名をナイト・レンジャーと改めて本格的に活動を開始する。ナイト・レンジャー時代の動向に関しては、ナイト・レンジャーの項目を参照。1993年、ジョーリン・ターナー。 ボブ・デイズリー、カーマイン・アピスラとマザーズ・アーミーを結成し、3枚のアルバムを制作する。2007年、ナイトレンジャーよりアルバム、ホール・イン・ザ・サンをリリース後、ジェフのバンド脱退が発表される。彼は、妻の父が既得で、オーストラリアに行っていて、戻ってきた際にメンバーから外されていたとインタビューで答えているが、事実関係は不明。2013年12月、 ジョーリン・ターナー、トニー・フランクリン、カーマイン・アピスラとレガシー X を結成する。2014年2月にバンド名をレイテッド X と改め、ギタリストのカール・コクランの加入を発表したが、同年11月にリリースされたデビューアルバムのレイテッド X にジェフはクレジットされていない。彼の特徴的なプレイスタイルとしてエコノミー・ピッキングを駆使した、 フルピッキングの側引きと彼が創始者とされるエイトフィンガータッピングが挙げられる。エイトフィンガータッピングは左手の小指人差し指の4本と右手の小指人差し指の4本の計8本の指を駆使したタッピング奏法である。通常のタッピング奏法とは異なり、右手の複数の指をフレットに対して平行に構えタッピングする。レガートフレーズのような滑らかな音色が 特徴的である。彼以外のエイトフィンガータッピングの使用者としては、キコルーレロ、ジョエル・ホークストラ、など、ありがとうございます。